さてコメントでも読んでみようかな。ん？大山さんはユニクロのレディースのモッツコートどう思いますか？ユニクロのレディースのモッツコート知らないな。これか。お、確かにめちゃくちゃ良さそうだな。ちょっと実際に買って皆さんにレビューしてみようかな。ということで、皆さんこんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロのレディースのですね、モッツコート。これがめちゃくちゃ良かったので、皆さんに全力で解説をしてみたいなと思っています。まあ冒頭にもあった通りですね、僕は普段から皆さんのコメントをよく読んでるわけなんですが、その中にレディースのモッツコートどうですかというものがありまして、僕も知らなかったんですね。もちろんユニクロのサイトは日頃からチェックしているんですが、やっぱりメンズが中心になってしまっていて、ウィメンズの方はそこまで目を通してないんですね。まさかそっちの方に良品があるとは思ってもよらず、結構視聴者の皆さんのコメントからですね、知ることも少なくないんですが、今回はそんな形で知ったですね、レディースのモッツコート、これがですねめちゃくちゃ良かったので、全力で解説をしていきたいなと思っています。今動画を撮影しているのは1月の初旬なんですが、まあ新しい1年を迎えたということで、冬服もまだまだ着る期間としては長いんですけど、そろそろ春物も少しずつミックスしたいなという方少なくないかなと思います。僕自身もそうなんですよね。まあ、長らく冬物をずっと見てきたわけなんですね。夏の終わりぐらいから秋冬物を見てきていると、もうそろそろですね、気分的には飽きてきていまして、春夏物を見たいなという気分なんですよね。そんな中でユニクロは結構春物、いろんなものが入荷していまして、中でもこちらのモッツコートですね。まあ、丈が長くて、ちょっとカジュアル感のあるアウターではあるんですが、今年の冬もそこまで寒くないので、着方によっては今からも着ることができるので、このアイテムをですね、皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。まあ今さっきですね、事務所に届いてそのまま僕は着ているわけなんですが、これめちゃくちゃいいです。傑作と言っていいほど素晴らしい仕上がりかなと思います。ちなみにですね、僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、こちらはですね、今回、まあレディースということもありまして、サイズは L を選びました。価格が7990円ということで、アウターが8000円くらいで買えるというのは、まあすごくコストパフォーマンスの面でも優れてるかなと思うんですが、まあ非常にですね、仕上がりも含めて納得感のあるような一枚になってるかなと思います。まあ正面から見るとこんな感じですね。サイズ感としては、モッツコート、もともとゆとりがあるので、まあメンズが着るとしたらこれぐらいのサイズ感がいいんじゃないかなと思います。まあ、僕の場合はメンズでだいたい M を着ることが多いんですが、まあワンサイズ上げるか、もうちょっとトレンド感出したい方は、まあ2サイズぐらい上げてもらってもいいんじゃないのかなと思うので、まあサイズの一つの目安にしていただきたいなと思います。横から見るとこんな感じですね。前身頃よりも後ろの方がちょっと長さがあるような仕上がりになってますね。まあ後ろから見るとこんな感じですね。モッツコート特有のですね、後ろに切り込みが入っているような感じになってまして、このあたりも本格的なディティールをですね、しっかりと取り入れたような一枚になってるかなと思います。まあ僕はモッツコートというものが大好きなので、これまでいろんなブランドのものを買ってきました。かなり本格派のものからですね、古着のものも買ったことがありますし、ドメスティックブランドのものも着たことがあるんですが、まあそういったものと比較すると、ユニクロのこちらのモッツコートはデザイン的には非常にミニマルなんですね。本格化ではあるんだけども、決してこうゴテゴテしたような男らしすぎないようなですね、デザインに仕上がってるかなと思います。まあ、このあたりはウィメンズだというところも含めてですね、このようなデザインになっているかなと思うんですが、無駄なデザインが一切ないユニクロらしさと、女性でも着れるようなゴリゴリすぎないですね、ミリタリー感というところで非常に好印象の一枚になってるかなと思います。そしてモッツコートをいろいろと買った中で、僕が一番ですね、着づらいなと思う点がですね、重量感なんですね。結構重たいものが多いんですよ。特にこのようなモッツコートって丈感それなりに長かったりするので、ずっしりと重たいものが多いんですが、こちらに関してはかなり軽いです。もうライトアウターに近いぐらいですね、軽いので一切のストレスがないんですね。このあたりは非常にありがたいポイントかなと思います。やっぱりこれもウィメンズだからこそだと思うんですね。メンズだとディティールに関してもしっかりめに作り込んである方が男心をくすぐるので、よりいいかなと思いますし、ちょっとこう重量
ル感があった方が、なんか物としてしっかりとした感じがするので、男性的にはちょっと嬉しさもあったりするんですが、まあ、かといって重たすぎるものは、今は売れづらいですし、なかなか着づらいところもあるので、ついつい手が伸びなくなってしまうんですよね。ちょっと何か羽織りたいな、でも持つコート重たいから嫌なんだよなってことで、着なくなっちゃうってことも、今まで少なくなかったんですが、これだったら気軽に着れますね。非常に使いやすい一枚になってるかなと思います。で、僕が購入したのは今回ブラックなんですが、もう一色ありまして、まあ定番的なオリーブ色ですね。まあモッツコートといえばオリーブ、そういったイメージを持っている方も多いかなと思うんですが、僕はあえてブラックを購入しました。それなぜかというと、オリーブのモッツコートも今まで買ったことがあるんですが、結構ですね、今回のモッツコートに関しては、色そんなに濃いめではなくて、春らしいですね、ライトめのオリーブになってるんですね。まあ、このような色も悪くはないんですが、失敗するとやぼったく見えてしまったりだとか、僕ら世代的に言うと、踊る大捜査線の青島刑事感がですね、出てしまうことがあるので、ちょっと危険なんですよね。これ、女性が着ると結構素敵なんですよ。なぜかというと、女性の場合は、メイクをすることができるし、アクセサリーも足すことができるし、まあ、女性の雰囲気自体に柔らかさがあるので、良い意味で、ミリタリーっぽい色合いとのギャップがあるので、うまくバランスが取れるんですが、男性が着るとゴリゴリのミリタリーとかおじさんっぽさが出てしまうことがあるので、ちょっと注意が必要なんですね。で、男性の場合でも10代20代のようなフレッシュさがあって、身長もスラッと高かったり小顔だったりすると、こういったやぼったいものが合うんですけども、だけど僕ら世代になってくるとドンズバで似合いすぎてしまっておじさんっぽく見えてしまうので、僕はブラックを選ぶのが最適なんじゃないのかなと思います。まあ色としてはやっぱ重ためではあるんですね。丈も長くて、なおかつブラックだと重たいんですが、まあそのあたりはコーディネートでうまくカバーしてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ表面もですね、結構微光沢感があってなかなかいいんですよね。このあたりは GU でもモッツコートをやってたりするじゃないですか。そういったものと比べても圧倒的にこっちの方が僕は好きですね。まあサイズ感も大ぶりに振りすぎてないので、大人世代でも着やすいモッツコートになっているかなと思いますし、まあ、最大のサイズで 3XL ですか、それぐらいまであるので、割とですね、男性も意識しながら作られているような、そんなアイテムになってるかなと思います。もう結構テンション上がっちゃってるので、話したいこといっぱいあるんですが、これはかなりマストバイに近いような、そんなユニクロのアイテムかなというふうに思っています。で、今回のスタイリングなんですが、僕はですね、この着方、一番よくやりそうだなと思ってるんですね。まあ、モッツコートの下にはですね、まあ、相変わらず丸首のTシャツですね。ちょっとこう襟が高めのものを着てですね、その上に丸首のライトグレーのニットを着ました。まあ、ホワイトだとかオフホワイトだとかライトグレーのようなちょっと明るい色のニットとかをですね、合わせてあげるとかなりバランスがいいんじゃないのかなと思います。というのもコート自体が重たいので明るい色を取り入れたかったんですね。そしてボトムスに関してはやっぱりこのブラックのコートに対してブラックのパンツだとやっぱり重たく感じてしまうので色変えたいなと思ったんですね。で、僕はこのようなモッツコートをブラック選んだ時にはこのボトムスはですね、このいったオリーブ系のパンツを選ぶことが多いんですね。アウター自体でミリタリー色を高めるのではなくて、ボトムスでちょっとこうミリタリーっぽいですねオリーブを使ってあげると結構ハマりがいいので、僕はこのスタイリングで今季は行きたいなと思っています。で、足元はですねスニーカーですね。最近流行りに流行っているですね、白のサンバですね。サンバなんかもですね、ちょっと春らしい白系ベースのスニーカーなので相性はいいかなと思うので、僕はこのような形で春先ですね使いたいなと思います。まあ、実際にですね今1月のですね上旬なんですが、割と気温高かったりするので、これでも全然いけるんじゃないのかなと思ってます。ちょっと寒がりの方だとか雪が降る地方の方はですね、下にですねインナーダウンとかをかませてあげれば結構今時期からも着れるんじゃないかなと思います。他にも様々な着方ができるんですが、レイヤーをうまく組んであげれば今時期から着れるので、これはもう皆さん人気に火がつく前にですね、ぜひゲットしていただきたいような名作アイテムなんじゃないのかなと思います。今はオリーブのパンツに合わせてますが、意外とホワイト系のパンツなんかで爽やかに振るのもバランスがいいかなと思うので、ちょっと着替えてみたいと思います。はい、ということで着替えてみましたが、いかがでしょうか。だいぶ印象が変わったかなと思います。まあ、黒のモッツコート自体は変わらないんですが、まずはボトムスですね。まあ、先ほどはですね、オリーブのパンツということで、まあ、ブラックのパンツよりはちょっとこう色味の違いは出せるんですが、
やや重めでしたが、今回はですね、ホワイトのパンツですね。まあ僕はもうホワイトのパンツが大好きなので、まああらゆる季節に着てるわけなんですが、これオフホワイトぐらいのパンツですね。こちらを合わせてみました。まあブラックのアウターでもですね、ボトムスがホワイト系の明るさを取り込むことで、だいぶですね、春っぽさが出せるのが皆さんにも感じていただけるかなと思います。そしてこちらのですね、モッツコートの下なんですが、ショート丈のですね、アウターを内側に着込んでいます。いわゆるこう、Gジャンですね。僕はGジャンが大好きで、割とですね、冬場はロング丈のコートとGジャンという組み合わせをよくやるんですね。そうすると、室内でコートを脱いだ時にもGジャンのスタイルが楽しめるので、割とですね、このようなショート丈のアウターとロング丈のアウターの着こなしってすごく便利ですし、こういったような重ね着をしていただければ、結構今時期からこちらのモッツコートを使うことができるんじゃないのかなと思います。上半身はブラックとインディゴブルーでちょっと濃いめの色合わせですが、ボトムスで思い切ってホワイト系を持ってくるとかなり明るさを取り込めると思いますし、新春らしい着こなしにもなるかなと思うので、まあぜひこういった着こなしもですね、皆さんのバリエーションに加えていただけるといいんじゃないのかなと思います。まあその他にもいろんな着こなしができるかなと思ってまして、ボトムスの色なんですが、まあちょっとブラックでまとめてしまうと春っぽさが出ないので、あえて置いといて、オリーブ、ホワイト、そしてグレー系のパンツとも相性がいいかなと思います。このあたりで合わせてもらって、まあこちらの内側に関してはいろんなものが合います。ホワイトだとかライトグレーのニットも合うし、ジージャンだとかデニム系のジャケットだとかデニムシャツみたいなものも合います。あとはストライプシャツみたいなもので合わせてもらうのもいいかなと思うので、一着あれば結構様々な着こなしが想定できるので、ぜひ皆さんもですね、こちらのモッツコート、7990円のコートにはまず見えないような素晴らしい仕上がりなので、チェックしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではユニクロの春の新作となるですね、レディースのモッツコートを皆さんにご紹介させていただきました。非常によくできたアイテムだと思います。まあ、僕自身もモッツコート好きなので、これまでにも結構いろんなブランドのものを購入してきましたが、まあ、今回のユニクロのものに関しましては、まずは圧倒的に軽くて着やすいというところですね。これはやっぱりレディースというところもあって、あんまり重量感がありすぎてしまうと着ない方が多くなってしまうからだと思うんですが、すごく着やすかったんですね。そしてディティールもあまりゴテゴテしすぎずにですね、大人っぽく着れるようなデザインになっているので、これだったらですね、僕たち大人世代にもかなりですね、着やすい仕上がりになっているかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただければなと思っています。まあ、僕自身もですね、日頃からいろんなショップですとかブランドさんのサイトを見てですね、何かいいものはないかなという形でネタを探しているわけなんですが、それでもですね、見落としてしまうものがあるんですね。まあ、今回のレディースのユニクロに良いものがあるってことも全く気づかなかったですし、その他にも見落としてるものきっとあると思うので、ぜひ皆さんもですね、コメント欄でここのブランドのこのアイテムどう思いますかという形でコメントいただければですね、まあ、本当に僕自身が見てですね、いいなと思ったものはどんどん動画の中でしっかりめに解説をしたいなと思うので、コメント欄でお伝えいただければなと思っています。これからもこのような形でメンズファッションの基本ですね、こちらのチャンネルではしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。ただ普段の動画の中ではやはりですね、ユニクロ GU グローバルワークとか、このあたりの価格帯のものが多くなってくるので、まあそれ以外のですね、セレクトショップからドメスティックブランド、または通向けの専門ブランドに関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。これはですね、結構盛り上がるんですね。皆さんからいただいたご質問に直接お答えするような形で、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクの方を貼っておきますので、そちらからチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、こちらオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日投稿しています。僕もほぼ毎日記事書いてますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも記事を書くことができるので、様々な方向性の記事を読むことができるような、そんな場所になっていますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。